こんにちは。京都女性漢方相談の松宮局管理役在所めが垣真由美です。今回のテーマは、妊娠されている方、妊娠希望の方には、特にとてもためになる重要な話だと思います。日本産婦人科感染症学会のホームページに載っている、新型コロナウイルス感染症について、妊娠中ならびに妊娠を希望される方へ、15の注意事項というのがありますので、その内容をお伝えいたします。 少し話が長くなりますので、今回は前編として15項目ある注意事項のうち1から9までをお伝えいたします。1、市中感染が広がっていますので、特に妊婦の方は閉鎖空間での集会やビュッフェスタイルの会食、そして不要な外出は控えてください。手洗いを徹底してください。2、 現時点で新型コロナウイルス感染による再起形成や流産、死産のリスクが高いとする報告はありませんが、一定の頻度で子宮内感染をきたす可能性が報告されていますので、感染しないよう十分気をつけてください。3. 人混みを避けるための自差出勤や、徒歩あるいは自家用車の利用、在宅勤務、職場環境の整備など、可能な限り感染リスクを下げられるように、 勤務先とよく相談してください。4. 家庭内に感染者や疑いのある方がおられる方は、別室に過ごすなど接触を避けてください。タオルや食器の共用は避けてください。5. 厚労省の通達により、受診を希望される方は、まず、帰国者、接触者相談センターに相談してください。必要に応じて指示された医療機関を受診してください。 複数の医療機関を受診することは控えてください。6. 妊婦さんで37.5度以上の発熱や、倦怠感が2日以上続く場合は、帰国者、接触者相談センターにご相談ください。7.PCR 検査が現時点で唯一の検査法ですが、議員生といって感染しているのに検出できないことがありますので、心配だからといって念のためという理由で受けることはできません。8. 3月6日より PCR 検査が保険適用に収載されましたが、一般の参加医療機関では PCR 検査をお受けできないことはあります。9、受診や相談時には、主治医や帰国者、接触者相談センターには、いつ頃からどのような症状があるのか、正確に情報を伝えてください。今日はこれで終わります。続きは後編として、明日の午後6時45分に配信する予定です。 いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。松宮局チャンネルでは、女性のために優しい漢方薬のお話や、すぐに役立つ健康情報などをとっても簡単にわかりやすくお話ししています。概要欄には、先ほどのリンク以外にも、松宮局ホームページや、私が日々書いているブログ、そして、日本産婦人科感染症学会のホームページ、 帰国者接触者相談センターのホームページのリンクを貼りましたのでご参考ください。また、松宮局へメールやお電話でのお問い合わせやご相談もしていただけるリンクもありますのでお気軽にお問い合わせください。ありがとうございました。